皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もヒョウエルやっていきましょう。今日の動画はですね、こちらの TOTY の表彰選手ですね、その中からこちらのアントニオ・デュティガー選手使っていこうと思います。今回ね、表彰選手の中で、自分はね、アントニオ・デュティガー選手取ったので、まだね、獲得してない方の表彰選手、ぜひね、今回の動画参考にしていただければなと思います。で、一応ね、この5名の中から1名だけ獲得できるんで、それだけね、注意してください。で、今回はね、デュティガー選手の能力を紹介した後に、試合の方でね、2試合ぐらい使っていければなと思っております。そしたらまずデュティガー選手の能力紹介なんですけど、こちらの表で見ていきましょう。大部屋で115のポジションが CB、利き足が右の190センチ、スタミナ7、逆足3となってます。で、スキルブーストが、ディフェンスマスターということで、瞬発力、タックル、スライディングタックル、ヘディング積極性が上がると。これね、上がる能力に関しても非常にいいかなと思います。能力見てもスピードだったりとか、もちろんね、マーキングだったりとかも高いんで、センターバックとしては非常に強い選手かなと思います。で、活動力がアタック中、ディフェンスがコート、個人技サイドヒールというヒール、特性がロングパス、パワーヘッダー、アクロバティッククリアとなってるんで、かなりね、特性の方もいいかなと思います。進化誤進にして、ロングパスをね、積極的なタックルとかできたらね、非常にいいかなと思います。で、この選手ね、唯一スタミナ7っていうのがちょっとね、気になるところなんですけど、そこら辺をね、注意して使っていければなと思います。で、今回ね、使っていくフォーメーションはいつも通り433のホールディングですね、を使っていって、真ん中にデュティガーを置いていこうかなと思います。でも一応ね、誤進にして、強化はね、まだ5なんですけど、スキルブーストも20まで上げてあるんで、かなりね、仕上がってるといった感じで、早速ね、試合の方で使っていきたいと思います。はい、そしたら1試合目から見ていきましょう。相手のフォーメーションも433のホールディングと、メンツがね、ガチメンツでしたね。さあやっていきたいと思います。リティガーね、見ていただければ分かると思うんですけど、個人技がね、サイドヒールというヒールと。そんなね、個人技に関してはセンターバックなんで気にならないかなといった感じですね。さあ立ち上がりはね、しっかりボール持って、うまく組み立てていきたいですね。センターバックなんで、そんなに、ね、試合中活躍する場面って少ないんですけど、それでもうまくね、使用感伝えれればなと、はい、思ってます。さあ、ここバラックからロナウド通らず。さあ、ここどうする？さあ、これね、相手の寄せがめっちゃ早かった。さあ、これ手がしっかり勝ったと、いい感じですね。さあ、バラックから、縦次段。もう一個入れるロナウド。さあ、ハキミ。さあ、こうサイド持っていく。キックフェイントで一回剥がして、次段。さあ、上がってきたビエラ使ってロナウド。シュートキャンセル。これね、惜しかった。イメージね、もうちょっと縦にね、シュートキャンセル入れたつもりなんですけど、ちょっと斜めに入っちゃったんで、あそこ当たっちゃいましたね。さあ、デュティガーからバラック。さあ、ここボールキープして、ダブルタッチ一回入れて、ハイキックフェイント。さあ、ロナウド。さあ、ジダン入れて、ジダンからどうする？さあ、ロナウド。ちょっとね、これ回線が重たくてなんかね、グググってなっちゃってるんですけど、気にせずと。さあ、ハッキミ。最近ね、ちょっとね、ゲームね、重たいんですよ、やってて。録画しながらやったからかもしれないんですけど、ちょっとね、重たくて。さあ、こううまくね、キックフェイントで1枚剥がしてシュートと。これはね、いつもの形ですね。さあ、1対0とリードして後半と。1点ね、リードあるんで、しっかり落ち着いてやっていきたい。さあ、ジダン、パスコース切りながら、ロナウド。もうね、センターバックね、ほんと活躍できないんで、難しい。さあ、ネスタうまく使ってますね、ここ。さあ、バラックから、取られる。危ない、ネスタで。また取ったと思ったらこれね、パスミス。ああいうのね、ちょっとね、やめてほしい。さあ、ジダン、ロナウド、うまい。さあ、ワンタッチ、ロナウド。これね、今、バラック上がってきたんで、そっち使ってもよかったですね、真ん中の。惜しい。なんか、ここもね、もっとね、守備の選手にちゃんと走ってくれって感じだけどな。こことかもね、ハキミ今ね、一瞬カーソル変わる前にね、タラタラ歩いてるんで、あそことかもね、カーソル変わる時でもしっかり走ってくれればいいんですけど、これ相手がうまかったですね。やっぱ守備面がね、もうちょっと操作感が良くなってくれればね、より楽しくなるんですけど、このゲーム。やっぱね、そこが厳しいですね、今のところ。まだまだ改善の余地ありといった感じで。さあ、これで1対1と、嫌な時間に追いつかれましたね。もう一回ここで、引き離していきたい。さあ、ネスタ、勝ち越してあるか、バラックからビエラ、ロナウドで、これ一回キープして、ルーレット、ズドンと。これ入るんだもんな。これ見るとね、逆足、呼んでもいけるじゃんってなっちゃいますよね、これ。さあ、これラストワンプレイですね。ここでしっかりカットして終わりたい。さあ、1段でカットして、まだ87分なのでこっちも攻撃できそうだな、もう一回。さあ、ロナウド。はい、ベッカム。うまい。さあ、ここでキープして一回下げて、1段。一気にロングフィードと。ロナウド。さあ、上がってきたビエラ使う。ロナウジーニョ。いや、これね、惜しかった。普通に今スルーパスをしちゃったんで、パスでよかったですね、普通の。さあ、これうまくカットして、バランで。これで試合終了と。
そしたらね、もう一試合やっていきたいと思います。さあ、2試合目やっていきましょう。相手のフォーメーションが 4-3-3 のフォルスナインですね。ムバッペの誤審が輝いてたな、今。116の。さあ、お願いします。まずはリュティガーから、しっかりね、ビルドアップして、バラックから、バラン、で、ハキミと。さあ、ビエラ、ここうまくね、繋いで、あまり焦んないように。さあ、ロナウド。空いてるとこ空いてるとこしっかり繋いでいって、なるべくね、選手と、相手選手ですね、距離感うまく見ながらといった感じで、ことかもビエラ出してあげて、バラック。スペース使ってあげて。さあ、ここもうまく使って、ジダン。さあ、ハキミ、ロナウド。慌てない。サビエラから縦一気に入れるジダン、バラック。ダブルタッチ、ロナウジーニョ、素晴らしいですね、この流れ。めちゃくちゃ綺麗にいった、ここ。バラック、ダブルタッチ。やっぱりこのウィングの選手がこうやって中に絞ってくるタイミングっていうのがあるんで、そこをね、なるべく見逃さないように使ってあげると、今みたいにね、うまく、タイミングがバッチリでしたね、今。コントロールシュートで、先制といい感じですね。サムバッペから、モドリッチ。早いな、モドリッチ。タコムバップから、いや、これな、うまいな、トニクロース。これな、守備な、足出せよって感じだけどな、これ、守備。ハキミなんかもうちょっといけたでしょ、と。だけど、これ相手がうまかったですね。うまくトニクロースで中央、ついてきてと。あそこ、ビエラでセカンドディフェンスで走らしちゃったんで、あそこ良くなかったですね。しっかりビエラ、真ん中に置いて、使わないとあそこのスペース空いちゃうんで、あれは反省。さあ、ロナウジーニョ、ちょっと今危なかったな、ジダン。さあ、バラック、シュートキャンセル。ダブルタッチ入れて、ロナウジーニョ。ここはビエラでキープと。結構このキープ大事ですね、ドリブルで。この場面での、バイタルでのキープが。さあ、ロナウジーニョ、ビエラ、どうする？もう一回ロナウジーニョ戻す。シュートキャンセルうまい。さあ、ジダン、縦入れる。一個ルーレットでズドンと。これね、気持ちいい。やっぱルーレット強いな、こうやって見ると。さっきね、このキックオフ職場やられたんで、こうしっかり守りたい。気引き締めて。さあ、ベンゼマ。このね、揺さぶりうまいっすね。相手、左から右にと。さあ、アラバで、ベンゼマ。一回シュートキャンセル。これちょっと重たかったですね、これ。回線が悪くないんだけどな。何なんだろう。重たかったっすね。さあ、モドリッチ、縦入れる。これね、危なかった。ムバッペ。逆足ムバッペ4だったかな。多分あれ5だったら入ったんじゃないかと思うんですけど。まあ、前半はね、2対1とリードして終了と。さあ、後半もやっていきましょう。まあ、2対1とリードしてるんでね、ちょっとね、焦らず、前明かりにならないように。なるべくね、突っ込まない方がいいですね、ディフェンスこうやって。こことかも突っ込んじゃうと、そこ結局スペース空いちゃうんで、ここもなるべく時短でいきたいんですよね、本当は。ここ取りたかった。あそこ取れただろ、足伸ばせば。これね、どうした今のとか。もったいなかったっすね。さあ、ビニシウス、うまい。このキープ。さあ、ラバからワンタッチ、うまいっすね、ここ。これもね、セカンドディフェンスつけっぱなしで、リュティが走っちゃってるんで、これ良くなかったですね。そこでスペース空いちゃうんで、さっきのね、カカのところで取り切れなかった時点でね、もうね、勝負ありといった感じですね。あそこ取れただろうと思うんですけど、まあしょうがない。これも相手が見事と。うまい。風見ろ。カカ。さあ、こう、ルアップ入れるキックフェイント。ここうまいですね、やっぱキックフェイントの使い方が。さあ、ルーレット。ここちょっと回線が。さあ、ビエラで、プレッシャーかけて。ネスタ頑張れ。ここね、セカンドディフェンス切り替えなきゃ、ちょっと遅かったですね、今のも。さあ、ビニシウス、キックフェイント、ロナウジーニョここまで追ってくるっていうね。さあ、ネスタでパスコース読んでるけど届かない。これとかもっと早く走れよって感じだけどな。まあ、これナイスキーパーでしたね。さあ、これでコーナーキックと。もうコーナーね、本当にね、マジで入る。これとかもう無理じゃん、ほら。クリア連打してるけどさ、何これ。最近ほんとコーナー入るんだよな。ちょっとね、早くこれ改善してほしいっすね。面白くないんで、これ本当に。さあ、これで逆転と。しょうがないですね、切り替えて。さあ、ネスタ。持っていってロナウド。結構これ、縦に急いでますね、時間ないんで。さあ、ビエラから、一気にロナウジーニョワンタッチでロナウドと。これはね、めちゃくちゃうまくいった。超気持ちいい、このゴール。さあ、これで3対3と、84番で、これラストワンプレイかな。しっかり守って終わりたい。焦んないように。さっきもね、キックオフでやられてるんで、キックオフの後すぐね、ここ守りたい。このウィングの使い方うまいですね、ビニシウスと、あと、ムバッペの。ここをね、しっかり潰せればよかったんですけど、なかなかね、捕まえきれず、ここもうまかったですね、アラバで時間作って。さあ、ここ切り返して、ハキミでカットと、素晴らしい。
さあこれで試合終了かな。はい、そしたらまとめの方をお話ししていきたいと思います。はい、ということで今回はね TOTY の115のリュティガー使っていきました。まあ、やっぱ使ったね感想としてはね普通に強いです。特に地上戦でね結構ね足出してくれたりとかボールカットしてくれるんで、その点は強いかなと思います。で、個人的にね期待してた空中戦なんですけど、やっぱスキルブーストでねジャンプが上がんないからか分かんないんですけど、結構ねコーナーは負けますね。まあ、コーナーに関してはね運だからね、あれ能力そんな関係ない気するけど、そんなに期待したほど強くなかったです。空中戦に関してはツイートもしてるんですけど、普通にクライフのね西に競りまくたりしてるんで、後ろからあれとかも意味わかんないからねやってて、なんでまあそもそもねこのゲーム自体コーナーは入りやすくなってるんで、うん、そこをね求めちゃうと厳しいかなといった感じで、で能力紹介の時にもお話ししたスタミナが7っていう点についてはそんなに使っててね気にならなかったというか、セカンドディフェンスを押しっぱなしにさえしなければ最後にねスタミナカラカラになるとかはないですね。まあ、センターバックね補強しようと思っている方はね今回の TOTY リューティーが本当に強いんでおすすめです。ぜひね皆さんも使ってみたね使用感の感想なんかも、ね、書いていただけると嬉しいです。もし何かね質問とかあればコメント欄や DM でよろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。で、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。